メガトロンは1987年から1988年の間、ハイニーマーダー率いるスイスのエンジンチューナーのハイニーマーダーレーシングコンポーネンツから、イ1に供給されたエンジンのこと。リジェ JS29 アローズ A101987 年より、イ1のアローズとリジェ 2500cc の次期4ターボエンジンを供給した。このエンジンは、 BMW M12、13を改良し、メガトロンのバッジネームを付けたもので、1986年いっぱいで BMW とのエンジン供給契約を失ってしまったアローズが、チームのタイトルスポンサーのアセフ &G に、BMW エンジンに関する契約を買い取ってもらったものである。当初、供給チームはアローズのみであったが、1987年の 開幕直前にドライバーのルネアルヌーがエンジン性能にクレームをつけたためにアルファロメオから契約を破棄されてエンジンを失ったリジェにも供給された。1988年は供給チームはアローズのみとなった。この年のアローズはチームのコンストラクターズランキングの最上位である4位を記録することとなった。1989年以降、 ターボエンジンは禁止されてしまったので撤退した。ありがとうございます。